こんにちは、七色の扉です。今回はダイソーでの購入品をご紹介します。最初は PU 持ち手クリアバッグです。330円です。新商品のビニールバッグです。 PU はポリウレタンのことで、持ち手部分がポリウレタン素材の合成皮革となっています。持ち手のカラーはホワイトのみで、明るいイメージと夏らしさが感じられます。100円ショップのクリアバッグは縦長が多いように思いますが、こちらは横長なので、物を出し入れしやすい点が縦長と違い使いやすいです。サイズ記載はなく自己測定になりますが、幅33センチ、持ち手を除く高さ25センチ、マチ 10.5 センチで、持ち歩くにも手頃なサイズ感かと思います。バッグはクリアカラーですが、そのまま中に持ち歩きグッズを入れても良いですし、大きめの巾着袋やチュール素材のバッグなどを入れてもおしゃれ感があります。あるいはお気に入りのデザインの布で袋を作ってバッグに入れても、オリジナル感が増して素敵なバッグになるかと思います。バッグの中にハンカチ、長財布、キーケース、日傘、エコバッグを入れてみました。持ち物が分かりすぎて、私は抵抗感があるので、中にチュール素材の手提げバッグを入れてみました。この手提げバッグは以前にワッツさんをテーマにした動画で紹介したものです。外側から中身のカラーがうっすら見える程度で、中に何が入っているかは分かりにくいかと思います。私が通っているお店では販売し始めたばかりなので、気になる方は早めに探してみてください。次は牛乳パック冷水筒です。小さい方は220円、大きい方は330円です。スリーコインズさんで大流行りしたものに激似の牛乳パックの形をしたクリアなプラスチック製の冷水筒です。小さい方は 480ml、 大きい方は1リットルサイズになっています。蓋はスクリュー式で、キャップとともにシリコンゴムのパッキン付きです。中に飲み物を注ぐには問題ありませんが、洗う時に炭の方が洗いにくく、このようなタイプのブラシだと隅っこは洗えないので、スポンジタイプの方がおすすめです。こちらは食洗機、電子レンジ、冷凍庫、熱湯、横置きはできませんのでご注意ください。またレモンなどの柑橘類で変質することがありますので、合わせてご注意ください。飲み物を入れると可愛く映りますので、可愛さ重視の方におすすめの牛乳パック冷水筒です。次はシリコーンおにぎりパックです。110円です。このようなシリコーン製のソフトなケースで、手を汚さずにおにぎりが作られて、そして手を汚さずに食べることができるというものです。容量は 120g の大きめサイズです。このおにぎりパックはそのまま冷凍ができたり、電子レンジで温めもできます。なのでラップいらずですし、シリコーンなので洗って何度も使えます。使い方はご飯を適量入れて蓋をきちんと閉めます。あとは軽く握って程よい硬さに整えるだけです。こちらは直火、オーブン、グリルは使用できませんのでご注意ください。カラーはホワイトとグリーンの2色がありました。こちらはエンディングでカルディの食品に使うことにします。次はクック平猿というキッチンで幅広く使えるグッズです。日本製で110円です。セリアさんで見たことのある方が多いかもしれませんが、ダイソーさんでも販売されています。ポリプロピレン製の平猿で、豆腐や野菜の水切りや油揚げの油抜きに盛り付けて、そのまま食卓に出すこともできます。そこには外周と中央に3箇所ずつスタンドのような出っ張りがありますので、
粗熱取りにも使える作りになっています。お店に2種類のサイズがありましたが、こちらは大きい方で、サイズは外径 22.5cm、 高さ 2.8cm です。水切りなどでボールを使う際には直径20から22cm のボールと重ねて使えます。耐冷温度はマイナス20度、耐熱温度は120度です。食器洗い乾燥機は使用できないことと、たわしや磨き粉で傷がつくことがありますのでご注意ください。こちらもエンディングで使うことにします。次はダイソー50周年キャンペーン第3弾の増量グッズです。いろいろあったのですが、私はペット用のトイレに流せるウェットシートが一番の目当てで、他の雑貨は私には使わないものが多かったので、他はこれらを選んできました。ウェットシートは 50% 増量で20枚増えて60枚に、ダブルワイヤーマスクは 20% 増量で2枚増えて12枚になっています。マスクの方はピンクとベージュの2色です。他はお菓子類なのですが、中でも 500ml 入りサイダーが2本で108円だったので人気で、残りもわずかしかなく個数制限されていました。他にも除菌ウェットや耐震マット、食品保存容器や粘土、蛍光ペン、瞬間接着剤など、様々なグッズがありましたので、気になる方はお店でチェックしてみてください。